ロストエフスキー作地下生活者の手記前回の続きからです私などは早い話が自分の役人生活を心の底から軽蔑していたか、必要上やむを得ず後ろ足で砂をかけずに我慢していた なぜなら自分がお役所へ収まってそのために金をもらっていたからであるその結果としてよろしいかとにかく後ろ足で砂を引っ掛けなかったわけだ我が国のロマン派はもし他に人生活動の目当てがなかったら後ろ足で砂なと引っ掛けないで むしろ発狂する方が勝ちである。また役所の方でも、決して我がロマン派をお払い箱にするようなことはない。ただ、スペインの王様、ゴーゴリの「標準日記」の主人公といったような名前を付けられて、病院へ送りつけられるくらいなものだが、 それも発狂の度がひどかった場合に限るけれどもロシアで発狂なんかするのはただ白っぽい髪の毛の色をした千病室の連中に限るのだしかし数えきれないほどうようよしているロマン派どもはやがてその中に相当な関東に登っていく実に 並々ならぬ多面性と言わねばならぬ全く相反した感覚を味わう点で実に驚くべき能力を持っているのだ私はその当時からこの点に喜びを感じていたが今でもやっぱり同じ考えでいるこのためにこそロシアには「高慢なる転生」の所有者が多いわけである。 彼らは堕落のどん底に落ちた時でさえ決して己の理想を失わないたとえ彼らが金箔付きの強盗や泥棒であってもまた自分の理想のために指一本動かすだけのことをしなくてもとにかくありがた涙のあふれるほど自分の第一義的な理想を尊敬しているので その心中たるや極めて潔白なものである。さよう、ただロシアにおいてのみ緊迫つきの紛れもない悪党が完全に公園なる意味において潔白な魂を持ち得るのである。そのくせ、同時に依然たる悪党であることを一向に妨げない。繰り返して言うが、我がロマン派の中からは、 ひっきりなしに腕っこきの悪玉が出てきて「がぜん驚くべき現実に対する敏感さと実証的なものに対する知識を示すのであっけに取られた警察や世間の者のはただ呆然として舌打ちをするばかりである」「この多面性は真に教端に値するほどで次に展開される状況の中でいかなる変化を遂げるか」 また将来どう落ち着くかということはただ神様ばかりがご存知であるこんなのもなかなか悪かない材料と言えよう私がこんなことを言うのもあえて滑稽な古臭い愛国心などのためではないもっとも諸君は今度もまた私が茶化しているのだとてっきり考えていられるに違いないしかしあるいはその正反対で 私が本当にこういう考えでいるものと思い込んでいられるかもわからない。それは誰にも保証できることではない。いずれにしても諸君、私はこの両様の意見をどちらも光栄とし、特別な喜びとを考えるだろう。どうか脇道へそれたことを許してもらいたい。 私は自分の仲間とはもちろん交友を続けることができないで極めてわずかな間に後ろ足で砂をかけてしまったそして当時まだ若くて無経験だったためにまるでくつりと糸でも断ち切ったように彼らに会釈することさえもやめてしまったただしこれは私の生涯でたった一度しかなかったがして私はいつも一りぼっちだったのである 第一、家にいる時私は何よりも一番読書に浸ったつまり内部に絶えず湧き立ってくるものを外部から受ける感覚で紛らわしたかったのである外部から受ける感覚の中で私の力に及ぶものといってはただ読書よりほかになかった無論読書は非常に役に立った興奮させたり甘美な気持ちを与えたり 苦しめたりしたがそれでも時にはうんざりするほど退屈になった何といっても動きが恋しくなってくるのだで私は急に地下生活者らしい暗頓とした忌まわしい隠頓にふけったというより隠闘のまね事に沈殿したのである私の哀れな情欲はいつもの病的な 苛々しいい性質のたために焼きつくような鋭さを持っていたその発作はヒステリーじみていて涙や痙攣を伴うのであった読書のほかにはどこへも行くところはなかったといって当時私の周囲には尊敬に値したり作品を感じたりするようなものが何もなかったのだ。 おまけに、ふさぎの虫が暴れまわった。矛盾とコントラストを渇望するヒステリーじみた欲望が頭をのぞける。そこで私は、陰頭に向かって飛び込んだのである。私が今こんなに多言を奉したのは、決して自己弁解のためではない。が、しかし違う、私は嘘をついた。他ならぬ、自己弁解がしたかったのだ。 諸君、これは私が自分のためにちょっと断っておくのだ。私は嘘をつきたくない。もう毎日買った通りだ。私は夜な夜なそっと内緒で恐る恐る、汚らわしい陰頭に浸った。手術の念は思い切り醜惑な行為をしている瞬間にも私の心を離れることがなかった。 そんな時はほとんど呪詛の気持ちにさえ達するほどであった。私は早くもその頃から心の中に地下心理を増していた。私は何かの拍子で人に見つかりはせぬか、誰かに出会いはせぬか、顔を見分けられはせぬか、恐ろしくびくびくものだったのである。私はいつもできるだけ曖昧な場所を。 ところどころろどあさり歩いたある夜とある安料理屋の前を通りかかった時輝く窓越しに客が玉突き台のそばで球を持って殴り合っているのを見たやがてそのうちの一人が窓から突き出されたこれが他の時であったら私はたまらないほど忌まわしくなったところなのだろうがその時はふと妙な気持ちに襲われて 私はこの窓から突き出された客をうらやましく思った。何とも言えないほどうらやましくなったので、私はその安料理屋の玉突き部屋へ入っていったくらいである。一つ俺も喧嘩をしてみるかな。そしたら同じように窓から突き出されるかもしれないって。と言ったような気持ちなのだ。私は別に酔ってはいなかったが、 しかし何ともいたしがたがない。ふさぎの道下湯やつはこんなヒステリーじみたことをさせるほど人の心を食い破るものだ。が何事もなくて済んだ。で自分は窓から飛び降りるだけの脳もない人間だると分かっていたので私は喧嘩をしないですごすごとそこを出て行った。ここへ入ると早々 私の度肝を抜いたのは一人の将校だった。私は玉突き台のそばに立って、作法を知らないために通り道を塞いでいた。その将校はそこを通り抜けなければならなかったので、いきなり私の両肩をつかんで、無言のまま、前触れもしなければ言い訳もせずに、私を立っていた場所から他の場所へ据え直した。そしてご当人は、 まるで気もつかぬような顔をしながらそのまま向こうへ行ってしまった。よしこれがぶん殴られたのであっても私は許したかもしれないけれど彼は私を道具のように据え直してしかも点で気のつかない顔をしている。これはどうにも勘弁ならない。私はその時もっと清楚なもっと作法にかなった言ってみれば。 もっと文学的な本当の喧嘩をするためならそれこそどんな代償を投げ出したか知れないほどである私はまるでハエのような取り扱いを受けたのだこの将校は六尺豊かな大男であったが私はまた背の低い貧弱な体をしているもっとも喧嘩をするもしないも私の自由だったちょっと盾ついて行きさえすれば無論私は窓から 突き飛ばされたのだけれども私は考え直してむしろむかっぱらを立てたままこそこそと姿を消すことに決めたのである私は場所の悪いような興奮した気持ちで料理屋を出てまっすぐに家へ帰ったがそ,その翌日はなお臆病な育児のないわびしい気持ちで例の哀れな引頭を続けた。 まるで目に涙を宿したようなありさまながらそれでもとにかく続けたのである。もっとも私が臆病なためにあの将校を恐れたなどとはどうか考えないでほしい。私は行為の上でこそ絶えずビクビクはしていたけれども心の中では決して臆病者ではなかった。しかし笑うのは省庁を待っていただきたい。これには訳があるのだ。 私にには何にでもわけがあるのだ。どうか信じてもらいたい。ああもしこの将校が決闘を承諾するような人間だったらしかしダメだそれは球を振りかざしたりあるいはゴーゴリの描いたピロゴフ注意のように上官に告げ口したりするようなそんな手段を選ぶ連中の一人だった。彼らは ななどには応じなかったそれに我々文官仲間を相手の決闘はいずれにしても無作法なものと考えたに違いない。概して彼らは決闘というものを何かフランス輸入の自由思想的な考えることも許されないようなものとみなしていた。そのくせ自分の方ではかなりよく人を侮辱したもので、六尺豊かな大男の場合などは、 なおさらの話である。私がその時臆病風を吹かしたのは何も卑怯なためではなくて法図の知れない虚栄心から出たことなのである私は六尺豊かな背丈を恐れたのでもなければこっぴどく殴りつけられて窓から放り出されるのが怖かったのでもない全くのところ肉体上の勇気には ことを書かなかなっただろうけれど精神的の勇気が不足していたのである私が恐れたのは他でもないそこに居合わせた連中が生意気なゲーム取りをはじめとして油じみた殻をつけた太鼓餅のようなニキビだらけのみちべな腰弁に至るまで誰一人として何の理解をも思ってくれないでもし私が彼らにてついて文学的な言葉で 喋り出そうううものならたたちまちまま笑いいにされてしまうということこだったなぜなら名誉の点に関してはつまり単に名誉に関してでなく名誉の点に関してはロシアでは今日に至るまで文学的以外の言葉では話ができないのである人間並みの言葉では名誉の点について語るわけにはいかない。 私は心底から確信していたが、彼ら一同はいきなり報復絶倒するに違いない。証拠などはただ単純に私を殴りつけるばかりでなく、つまりいい加減人を小馬鹿にした殴り方をするばかりでなく、必ず私の尻を膝小僧で蹴散らしながら、玉突き台の周りをぐるりと回ったあげく、やっとお慈悲に。 窓から放り出すに違いなむろんこのみじめな出来事はただこれだけで終わりを告げるわけには行かなかったその後私はしょっちゅう往来でこの将校に出会ってよく注意し観察したものであるただし先方で私に気がついたかどうかはわからないきっと気がつかなかったに違いない これは二三の兆候によって結論することができる。けれど私の方は、私の方は、憤怒と憎しみと思って彼をじっと見つめていた。こうして幾年か続いたのである。私の憤怒は、年とともに固く根を張って、次第に成長していった。はじめの間、私はそっとこの証拠のことを探りにかかった。 それは私にとって骨の折れる仕事だった。誰もつてがなかったからである。けれど私がまるで縛りつけられたもののように、見え隠れに彼の後をつけて歩いているとき、誰かその名字を呼びかけたものがあったので、図らずもこの将校の姓を知ったわけである。その次に私は彼の住居まで後をつけていた。 門番に十個ペイカ玉を握らせ、彼が南海のどこに住んでいるか独身かそれとも同居人があるかなどといったようなことを一口に言えば門番から聞き出し合える一切のことを知ったのである私は決して文学者めいた真似をしたことがなかったけれどふとある朝この将校を暴露小説の形式で カカリカチュア風に描写ししてみよううという考えを起こした私は快感を覚えながらこの小説を書いた私は大いに暴露したそれどころか抽象までやった名字はすぐに想像がつくように作り変えたがその後徳と熟考の上すっかり変えてしまった 私はそれを祖国雑誌へ送ったが、当時はまだ暴露文学などというものがなかったので私の小説はついに掲載されずに終わった私はそれがいまいましくてたまらなかったどうかすると興奮のあまりただもう息が詰まりそうになった私は相手に決闘を申し込もうと 決心した